キーボードマガジンウェブサイトをご覧の皆様、こんにちは。ディメンションの小野塚です。今回はですね、7月の14日に発売されます私の、2枚目のソロアルバム、タイトルはレラと言いますが、この主題でですね、キーボードマガジンさんいろいろお話をしてきました。どんなアルバムになっているかというと、私の大好きな、アウトドアの自然、そのタイトルの名前にもありますけれども、レラ、これはアイヌ語で風を意味します。その風を感じるような、アルバムになっていますので、ぜひ、チェックしていただきたいと思います。そして、私のですね、ディメンションの曲や、私のソロアルバムの曲の、奏法をですね、CD にして、キーボードマガジンの2010年夏号の方に収録されていますので、そちらの方もぜひチェックしてほしいと思います。あと私のその CD 発売記念のライブがですね、7月の28日、目黒のブルースアレイジャパンで行います。こちらの方もぜひ遊びに来てほしいと思います。小野塚でした。